なんと5日目に突入。いやー、なんとかやれるもんだな。不審者の拘束権限を与える。矛盾点を尋問すれば拘束の選択が可能となる。アルストツカに栄光あれ。そんな拘束もできちゃうのか、すごいな。さあやっていこう。お、男性。わ、なんかいつも来るさ、なんかパスポート持ってなかったり変なやつのちょっと綺麗なバージョン、なんか綺麗なジャイアンみたいな感じになってる。名前がミカエル・レイヤーセってやつ。 OKOKOK 違うぞこれ。不審な点を発見。尋問、何のことですか。ちょっと待って、勘弁してくれ頼む。入国拒否してくれたらそれで帰る。え、ちょっとやったことないんで、やってもいいっすか。すいませんね。え、どうなんの、出ろ。うわうわ、連れてかれた。連れてかれた。やば、来た。お、またうねってるね頭。ヘレナ・ジャコビさん、ヘレナ・ジャコビ、オッケー。入国期限も大丈夫。あ、この人はいいやつだ。ちゃんと髪の毛もね、綺麗にセットして。素敵な髪型。成功するな、これは。この人はアルストツカで絶対成功する。うわぁ、またなんか、怖いな。見た目が。今度逆パターン来た。目がちゃんと映ってるパターン。現実ではすごい暗くてもう見えないけど、パスポート取った時だけちゃんと目が映ってるパターンだ。ビンス・レストラーデさん。オッケーオッケー。あ、待ってくれ。あ、大丈夫だ。パスポートの期限も大丈夫。この人大丈夫かな。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、調子いいぞ今回。うわ、なんかもう顔が梅干し食べた後みたいな感じ、スパーってなってる。番号も期限も大丈夫ない。ちょっと待って、これは確保かな、確保かな。あれ、確保させてくんないんだ。なんだよ。次。おまたすごい近い。うわ、やばい。え、来たくて来たんじゃない。こんな最低な国大嫌いだ。通過するだけ、できるだけ短期間、2日間だ。わ、こいつアルストツカのこと悪く言ってんな。こういうやつに限って絶対ね、確保したい。こういうやつは絶対確保しないため。拘束してやる。意地でも拘束してやる。間違いを見つけてやる。さあ、何かなんかないか。何かなんか、入国期限。いや、ダメだ。待って、入国、ビザの頃ね、まず、国が違ったりとかするかもしれない。合衆連邦。ユナイテッド、フェデアション。もうなんか合衆って感じするわ。合衆って感じしてる。くっそ、こいつ。抜け目ね。完璧すぎる。いや、完璧すぎることがまず怪しい。その顔で完璧すぎるのが怪しいよ。ねえ。一つぐらい間違えないと。くっそ。今回はお前の勝ちだ。はあ、うわ、すごい顔来たな、また。友人に会います。俺も友達欲しいよ。この人はいいぞ、この人はいいぞ。もう友人と羽目を外してきなさい。アルストツカでね。お、わあ、この人いいね、美しい。美しいね、観光に来ました。いやいや、お目が高いアルストツカを選ぶなんて。アンナさんね。オッケーオッケー、いいぞ、この人。この人いいよ。待って、最後に。ビザの発行、この国はユナイテッドフェデレーション。いいでしょう。観光してきてください。あ、一緒に行きますか。観光案内しなくていいですか。いいみたいですね。はい、次行きます。来た来た。お、マフィアのボス来ましたよ。マフィアのボス。おお、友よ、今日なんて美しい日なんだろう。アンテグリアの圧政からやっと解放だ。なんかもうね、いろいろストレス溜まってそうな顔してますよ。あ、永住するわけですね。こっちに移住してくるわけだ。なるほど、なるほど。アンテグリアが窮屈だったんでしょうね。良さそうですね。いや、よかった。もう、頑張ったんだろうね。もう、そう、もういろんな、その、そっちの国でいろいろとあったから、そんななんかもう目つき悪くなっちゃったんだね。それはもう仕方ない。アルストツカへようこそ。ありがとう。どうか妻にも優しく接してくれ。後ろに並んすぐ後ろに並んでる。お、マジですか。じゃあ次は夫婦だったんだね。さあ、妻が、うっ、主人に会いましたか。入国できましたよね。できました。あれ、
なんで神は、神はなんで、おーなんで、なんでこれだって入国許可証が、奥さんなんで入国許可証を忘れてんの、奥さん、奥さん、奥さん、どうすればいいんだこれ、うわーなんて、なんてことを、なんて、なんてむごいことを、戻ったら殺されるなんて言われたら、これで俺が逆にこれでミスったら俺は仕事を失うか罰金されるしか、いや、いや待って、でももうこれは答えは一つでしょう。ようこそアルストツカへ、アルストツカに栄光あれ、このご恩は忘れません。え、なんか出た、うわ、なんかコインもらった、そして実績を解除した、あ、罰金なかった。最後まで動画を見てくれてありがとう、よかったら皆さんチャンネル登録していってください。スマホの方は下のチャンネル登録ボタンをクリックタップして登録してください。よろしくお願いします。